アラウィー派、アラウィー派は、イスラム教、イスラームの一派。アラウィー派は、主にシリアの地中海沿岸部、山岳地帯に分布するイスラーム教シーア派の一派とされている。ただし、輪廻転生説を取り入れるなどイスラームの中では、極めて異端的な教義を、持ち特殊な宗派であり、イスラムと、異教との境界線上にあるとする意見もある。また、 シーア派のどこから分派したかも明らかではない、口実。基本的にコミュニティ内でのみ、結婚関係を結ぶ、閉鎖的なコミュニティであり、アラブ社会では、伝統的に差別を受けてきた。起源、歴史や競技についてはよくわからない部分も多い。ヌサイルという人物によって創始されたと伝えられている。10世紀に、シリア地方に定着したが、スンニ派などから迫害を受けて、 海岸山脈へと逃れた。しかし、1960年代後半以降は、シリア政界の中枢を占めており、哲学者のザキー・アルイコール・アルスーズに、大統領のハーフィズ・アルイコール・アサド、バッシャール・アルイコール・アサドフ氏をはじめとして、バース島や軍部の有力者を数多く排出している。そのため現代のシリアは、しばしばアラウィーハコミュニティに支配されているとみなされる。 2016年現在、アサド政権との関係が深い。シリアのアラウィー派人口は、国民の1割強に過ぎず、シリア内戦で、アサド政権が倒れれば、民族浄化される、危険性があるとされる。アラウィーは、アラビア語で、アリーに従うものを意味する。アラウィー派は20世紀になってこうにつけられた事象で、それ以前は創始者ヌサイルにちなんでヌサイリー派と呼ばれていた。 そのため日本の学会では、19世紀までのアラウィー派を、ヌサイリー派と呼ぶ観光がある。オスマン帝国時代のアラウィー派、ヌサイリー派には、農民が多かったため、当時のヌサイリーは、農民を意味する言葉でもあった。10世紀にはシーア派の活動家、ムハンマドブン・ヌサイル、アン・ナミーリーにちなんでナーミリー派と呼ばれる集団が、いたとされるが、アラウィー派との関連は不明、後日 トルコにはトルコ語でアレビー派と呼ばれる同一系統の名称を持ったグループがいるが、シリアのアラビー派との関連については不明な点が多い。アラビー派はイスマーイル派、マズダク教、マニ教、キリスト教及びシリア地方の土着宗教の要素が合わさったと考えられる独特の教義を持つ。特にキリスト教からは大きな影響を受けた口述。 アラウィー派では、両親ともにアラウィー派の男子だけが競技を学ぶことができる。16歳以降に競技を習得し、その競技を外に漏らした者は殺されるなど神秘主義の色彩が強い。女性に魂はないとされるため、宗教儀礼からは排除される。生前に善行を積めば、死後他の人間に悪行を重ねれば、動物に生まれ変わるというインドの輪廻に似た、転生思想を持つ。 五行のうち、サウム、断食ザカート、記者ッチ、巡礼を行わず、特にハッチを偶像礼拝として否定している。モスクを使わず、礼拝は宗教指導者の家に集まって行われることが多い。飲酒も認められている。知り合い北西部に独自の神殿を持つ。1973年、レバノンの12イマーム派のイマームであったわ。 シリアの大統領ハーフィズアルイコール、アサドの働きかけにより、アラウィー派をシーア派の一派とミナスファトワーを発した。これ以降、アラウィー派はシーア派として認められているが、現在でも異端視する向きは残存している。四大目カリフ、正統カリフにして、初代イマームのアリーイブナビーターリーブを通敬しているという点ではシーア派と通定している。 シーア派と同じく自らの信仰を隠す、滝岐屋信仰秘匿が認められており、しばしば権力者や多数派と同じ宗教に属するかのように振る舞っていた。アラウィー派はキリスト教とも似ているとされている。パンとワインを用いる生産に似た宗教儀礼があり、クリスマスイースターペンテコステといったキリスト教と共通の祭日を祝っている。また、セゲオルギオス、 聖バルバラ、聖カタリナなど、キリスト教徒の聖人たちを崇拝している。神、アラーフは、人間の姿をとって現れることがあるとする、アリーは、神が、地上に現した最後の姿として深刻化している。また、アリーは、本質を意味し、名、宣教者であるムハンマドと、モン、解釈者であるサルマンという不可分の要素である二名の、 人物と共に地上に現れたのだとする三位一体的な思想を持ち、それぞれをガつ、太陽、天空になぞらえて進行する。アラビー派の競技がどのように変遷したのかは不明確である。口術のように外部の資料によって一応の変遷を辿ることができるが、資料ごとの際が競技の変遷を反映したものであるのか、別の集団について記述したことによるものなのか。 わからないことが多い。アラウィー派の起源がシーア派の流れを汲む旧世紀イラクのナーミリー派にあるとすれば、シリアの海岸山脈に移ってから、現地のキリスト教と混濁して、蒸気のような独特の教義が生まれたと考えることができる。口述のように、ハーフィズアルイコールアサドはアラウィー派のイスラム化を推進したが、一部のアラウィー派には反発も見られた。 シリアは7世紀以降にイスラム勢力の支配を幾度も受け、いくつものイスラム王朝の中心地の一つとなる。イスラム共同体、ウンマの中でアリーとファーティマの子孫こそイマームにふさわしいと考えた人々がアリーの党派を結成する。しかし、イスラム共同体、ウンマの多数派はそれに組みせず、アリーの党派はウマイア朝やアパース朝に弾圧された。アリーの党派は 周波性を持ったシーア派に発展し、多数派を批判するようになる。しかし、シーア派もイマームの選定争いによって、各自のイマームを衰退するザイド派、十二イマーム派、イスマーイール派などに分派し互いに批判するようになる。またイマームの無語ビューを強調したため、イマーム自身を深刻化する集団も現れ、それら集団は六神に反するとして、極端派、 グラウトのレッテルを貼られてゆく。ファーティマ朝のハーキムを崇拝したドゥルーズ派や、後日のナーミリー派も、極端派とみなされている。アラウィー派は859年頃、バーブ、真理に至る門を自称するイブンヌサイルが新たな、教義と、簡易な実践で神道を獲得したのが起源とされている。ただし、アラウィー派は資料をほとんど残していないため、正確な起源は分かっていない。 下記に挙げられる外部のウラマーたちが断片的にアラウィー派と思われる集団の協議を伝えている。彼らが正確に協議を把握、記述していた保証はない。10世紀の12イマーム派ウラマーたちは、9世紀のイラクでアリー・ハーディー、10代イマームの支持者、ムハンマド・ブン・ヌサイル、アン・ナーミリーに従い、アリーや歴代イマームを崇拝したナーミリー派について言及している。 この、ムハンマドブン・ヌサイル、アン・ナーミリーがアラウィー派の創始者ヌサイルと同一視され、19世紀以降の西欧人、研究者たちはナーミリー派をアラウィー派の起源とみなした。ただし、ナーミリー派は、アリー・ハーディーとハサン・アスカリー、11代イマームを崇拝する集団とみなされおり、アリーを崇拝する現在のアラウィー派との関係は、不明である。12世紀スンニハウラマーたちも、 アリーを崇拝するイラクのヌサイリー派について研究している。イランのシャフラフスターニーはヌサイリー派を神の精霊や真理がアリーやイマームの肉を持って権限するという教義を持っているとした。マウルのサムアニーはヌサイリー派についてアリーを神と信じる人々であるとしている。14世紀後半から15世紀初頭の回路で活躍したスンニ派学者カルカシャンディは 実著の百科事典、アンヤの霊名で、ヌサイリー派の項目を設け、ドーハの創始者ヌサイルを、アリーの故障としている。また、クモを、神、アリーの住みとして敬い、サルマンアルイコールファーリスイを、アリーの首都としているなど、シャフラフスターニーらが伝えていない、または、異なる説を紹介している。このため、12世紀のイラクに存在したヌサイリー派は、 カルカシャンディが伝える15世紀のヌサイリー派、現在のアラウィー派に連なるとは異なる集団で、あ、可能性もある。20世紀のラタキアのアラウィー派有力者が書いた、アラウィー派の歴史によると、10世紀半ばに、バグダッドのアラウィー派指導者が、シリアのアレッポへ移り、シリア北部にアラウィー派を広めたとされる。アラウィー派は、他のムスリムからは憎まれ続けた。 11世紀の神学者ガザーリーはアラウィー派、ヌサイリー派をイスラムから逸脱しているとみなし、彼らを殺すことはムスリムの義務であるとまで主張していた。12世紀の神学者イブンタイミーヤもアラウィー派、ヌサイリー派を激しく糾弾する。彼はヌサイリー派、アラウィー派が異教徒よりも不経験であり、ムスリムにとって最悪の敵で彼らを罰することは 最も経験で重要な義務であると主張した。11世紀から12世紀にかけて、セルジューク朝、ザンギー朝、アイユー部朝の支配を経て、シリアの都市部、平野部におけるスンニハ優位が確立する。13世紀以降アラビー派は、地中海沿岸部に逃れて、住むようになった。この地域は長い間、キリスト教国の東ローマ帝国や十字軍国家の支配下にあった。 そのためイスラム化、スンニ派化が比較的進んでおらず、シーア派、ルゥルーズ派、キリスト教徒、ユダヤ教徒なども多く、他の中東地域より宗教的多様性があった。マムルーク長の時代にはスンニ派政策が取られ、スンニ派がラタキアにも入り込んだ。飢饉や薬病の流行も相まってスンニ派はアラウィ派へ激しい迫害を加えた。 1317年と1516年には、アラウィー派への大量虐殺が行われた。16世紀初頭、オスマン帝国がシリアを支配する。オスマン帝国はアラウィー派に、独自の主張の支配に服することを認め、信仰の保持と一定の自治を認めた。ただし、地理的には、海岸山脈に封じ込められ、行政機構からは排除された。また、 オスマン帝国はアラウィー派にミレットの形成を認めず、1571年の布告でアラウィー派はヒムスリム、随イ認とみなされ、地図や人頭税を納める義務があるとして差別された。オスマン帝国時代のスンニ派はアラウィー派の作った食物を不衛生とみなして、口にしなかった。オスマン帝国シリア属州ではスンニ派名簿家が行政を担っていた。 彼らはイスタンブールの中央政界と結びつきを持ちつつ、宗教的権威や経済、文化資本を独占して大きな影響力を行使していた。一方、アラウィー派は迫害を恐れて自らの信仰を否得し、滝系や山村の地延的共同体と一体化した集団を形成していた。アラウィー派の一部はテリトリーに入ってきた部外者を襲うこともったため、 周囲からスンニ派の集落を襲い徴税を拒む乱暴者のイメージを持たれていた。都市に移り住んだアラウィ派もいたが、都市経済はスンニ派名簿家やキリスト教徒の商人たちで占められおり、アラウィ派は郊外で仮想階級を形成した。ラタキアの都市住民もスンニ派やキリスト教徒が多く、ラタキア周辺の農村部では地主がスンニ派で農民がアラウィ派という状態であった。 19世紀に入ると、西欧から、キリスト教の宣教師たちが訪れるようになる。彼らはアラウィー派に着目し、友好関係を築いた。これに、危機感を覚えた、オスマン帝国はアラウィー派のためにモスクを建てし、指導者に圧力をかけて、イスラム化を図ったがほとんど効果はなかった。また、この頃のオスマン帝国の衰退に、危機感を覚えたスンニ派名簿家たちは、 アラウィー派に対して激しい迫害を加えるようになった。第一次世界大戦によってオスマン帝国は解体され、1920年からフランスがシリアの国際連盟委任統治を担当したフランス委任統治領シリア。1922年、シリアは4つからなる緩やかな連邦に再編された。アラウィー派にはラタキアを中心とするシリアの地中海沿岸地方に、 アラウィー派国が認められ、アラウィー派住民による自治が行われた。スンニ派による統治を嫌っていたアラウィー派は即座に、親、フランス的な姿勢を見せた。フランスは、スンニ派による多数派統治が、独立運動などにつながりかねないことを危惧し、現地の軍事組織、治安組織にアラウィー派やドゥルーズ派を積極的に、登用した。これは、住民の利感策としても機能した。 1926年の総選挙ではスンニ派がボイコットしたためアラウィー派は多くの議席を獲得した。フランスが創設したレバント特別部隊でもアラウィー派が多数を占めアラウィー派はフランス統治に協力することで大きな政治力を手に入れた。フランスの開設した無料の軍学校、悠久の軍事組織は伝統的に貧しいアラウィー派にとって貴重な経済。 文化資本の泉となった。また、軍務につき、フランスの統治に協力することで、社会的地位を上昇させることができるようになった。1930年にはアラウィー派国から解明した、名目上の独立国ラタキア国が成立する。1936年、ラタキア国がシリアに併合されそうになると、スレーマン・アサド、ハーフィズ・アルイコール、アサドの祖父などアラウィー派指導者は、 フランス首相レオン・ブルムに手紙を書き、自治権の維持を要求した。結局、自治権はシリアに吸収されるがアラウィー派に有利な行政システムは残された。1939年、アラウィー派のスレイマンアルイコールムルシードは反乱を起こし、スンニ派勢力の影響がアラウィー派に及ぶことを防いだ。同年、シリア総督はアラウィー派国家を再設定した。 第二次世界大戦下の1943年、連合国イギリスは、フランス領を統治していた親、ナチスドイツのビシー政権派をシリアから駆逐し、シリア独立に向けて、総選挙を行わせ、アラウィー派国家はシリアに再統合された。1946年、シリアが独立すると、スンニ派名簿化が主導権を握った。アラウィー派は、ラタキアが、 宗教的に寛容なレバノンがヨルダンに併合されることを望み、ムルシードは反乱を起こすが鎮圧され処刑された。アラウィー派部隊は解散。アラウィー派は議会から締め出され、同化政策が取られた。軍隊は依然として実力主義だったので多くのアラウィー派の若者が入隊した。一方、政治、軍部におけるスンニ派名簿化は権力闘争に明け暮れ。 失脚したスンニ派将校の公認にアラウィー派将がつくことで軍におけるアラウィー派の影響力は強まっていった。また、この頃アラウィー派のザキー・アルイコール・ワルスーズ・イーラが参画したバース党に多くのアラウィー派が入党した。社会主義、世俗主義、ヒスンニ派を掲げたバース党は貧困層が多く宗教的差別を受け入れていたアラウィー派にとって魅力的な政党だった。 軍内のアラウィー派を通じて、バース島は軍部にも影響力を及ぼすようになる。後に大統領となる、ハーフィズアルイコールアサド、エイジアサドも軍に入隊し、バース島に入党したアラウィー派青年の一人だった。1963年、隣国イラクで、バース島が、クーデター、ラマダーン革命を起こし、バース島政権が誕生する。それに触発された、シリアのバーストーも、 軍事クーデター、3月8日革命を起こし政権を獲得し、これに対し、イスラム主義を掲げるスンニ派組織ムスリム同胞団が反乱を起こすなど、バースト政権の基盤は不安定だった。党内でも激しい権力闘争が行われるが、この過程でアラウィ派のサラーフ・ジャディードが権力を握る。ただし、ジャディードは票に出ず、党地域指導部副書記に止まった。 1967年、シリアは第三次中東戦争、6日戦争でイスラエルに惨敗し、ゴラン高原を失う。国防省に就任していた H アサドは、イスラエルの領土拡大に脅威を感じ、経済、外交政策で握手を打ち続けるジャディードに代わって、自らがシリアの支配者となることを決意した。彼は、軍の主導権を握り、1970年に、 無血クーデター、共生運動を起こすと国防省、首相バースト、地域指導部署機長を、県民、1971年には大統領に就任し、今までのアラウィー派指導者とは異なり名実ともに、権力を一手にした。山村の貧しい家柄出身でアラウィー派のエイチ、アサドは、強力な特権意識を持ち数百年間の血縁で、結ばれた、つに名望家に対抗するために、 支援で結ばれたラタキアのアラウィー派を積極的に登用し行く。それと同時にスンニ派名簿家の一部を政権内に取り込み反発する名簿家たちを弾圧することで名簿家層を巧みに分断した。また、アラウィー派のイスラム要素を強める政策を取り、レバノンの12イマームハイマームに働きかけ、アラウィー派をシーア派の一派とミナスファトワーを発生させた。 ハンアサドのスンに派名防火の多くは、アラウィー派有力者を次々と暗殺し、主要都市で暴動を起こしていたムスリム同胞団に参加する。しかし、エイチ・アサドは武力弾圧を強化し、1982年のハマー虐殺で同胞団を壊滅させた。これ以降、シリア国内のハンアサド派は沈黙か亡命に追いやられた。エイチ・アサドは、 レバノン内戦にも介入し、トリポリなどに住むアラウィーハブ総勢力を支援した。H アサドが主導した、停戦協定大不合意、1989年では、それまで、レバノン議会に議席がなかったアラウィーハニに議席が与えられた。こうして、シリアの全権を手にした H アサドは、以後30年もの長きにわたって、シリアを独裁統治し、それと共にアラウィーは、 貧困から出して、政治、軍事において、重要な地位を獲得していった。ただし、その統治はアラウィー派の協議に則っ,ったものではなく、宗教、民族間の亀裂を克服し、シリア社会の統合を図ることを建前にしていた。2000年、H アサドが死去すると、後継大統領には、次男のバッシャールあるイコールアサド、B アサドが就任する。B アサドもアラウィー派だが、 スンニ派やキリスト教徒などを政権内の重要ポスト制、先代と比べてアラウィーハイローを薄めている。それと同時に大統領による独裁体制も集団指導体制へと移行した。また、トゥルーズ派出身者も、前大統領時代は1966年、シリアクーデターゴノの,の果て、軍内の昇進から排除されるなどの礼遇を受けていたが、現在では精鋭部隊である。 共和国防衛隊の要職へ投用されている。2011年、チュニジアから中東全域にアラブの春が波及し、シリア騒乱が勃発する。2012年にはレバノンにも波及し、トリポリでアラウィー派、アサド政権によりとスンニ派、反政府勢力より衝突が起きている。それまで、体制側についていたスンニ派名簿家の一部が、反体制派に寝返ったことで、 アサド政権は全土を掌握できなくなった。ハマーの虐殺以来シリアから亡命していたスンニ派名簿化も反体制派支援しているとされる。トルコサウジアラビアカタールなどスンニ派諸国はアサド政権がスンニ派住民を大量に殺したとして反政府勢力を支援している。一方、アラウィ派を含む宗教的マイノリティは非常に危機的な状況にあるとされる。 キリスト教の立場からは、反体制派の主導権を握るスンニ派優位主義者が、キリスト教とは、ベールートへ行、アラウィー派は破壊、などと主張して、ヒスンニ派に対して激しい迫害を加えていると指摘されている。また、スンニ派の武装勢力である、ヌスラ戦線、アルカイダ系やエッセル、イスラム国アラウィー派に改修を迫る構えを見せており、アラウィー派は、アサド政権を支持して、 反政府勢力と戦っている。このため、キリスト教徒やドゥルーズ派などの非ンニハイスラム教徒の大多数も、反体制派をアサド政権以上の弾圧者と捉え、世俗主義、ースラム主義を掲げるアサド政権を支持せざるを得ない状況にある。イランのシーア派政権やイラクのシーア派民兵、レバノンのシーア派武装勢力ヒズボラなどがアサド政権を支援している。前述のように、 アラウィー派は、シリアの地中海沿岸部を中心に分布している。宮田忠氏によると、世界のアラウィー派人口は130万人で、そのうちシリアには100万人が住んでいる。シリアのアラウィー派のうち4分の3が、沿岸部のラタキア系及びタルトゥース系に住んでおり、ラタキア住民の3分の2がアラウィー派である。タルトゥースなどのアラウィー派が多く住む都市は、 スンニ派が多数を占める地域に比べてリベラルであるとされている。シリア以外ではレバノンやトルコにもアラウィー派が居住している。バース島の統治によって世俗的傾向が強いシリアのアラウィー派に対してトルコに居住するアラウィー派はより宗派的伝統移居しており保守的であるとされる。内戦の結果、シリア内陸部に住むアラウィー派住民の多くは 国内避難民として沿岸部に移動せざるを得なくなったとされる。アラビアー派にとって重要な都市、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。